はい、どうもピッポーです。今回の動画なんですけど、現在の市場価格が100万以上する選手の中で、この選手はコインかけてでも使う価値があるだろうなという選手を今回セレクトして紹介していきたいと思います。今回値段で区切ってそれぞれ選手紹介しようと思ってまして、100万から150万、150万から200万、200万から300万、そして300万以上の選手の中でこの選手はコインをかけてでも使う価値があるなといった選手たちを紹介していきたいと思います。それでは早速選手紹介いきたいと思います。まず1人目はゴレツカです。今回のバースデー2で廃止されている選手になりますので、ここからさらに値段は下がる可能性はあります。ですが現在120万コインほどでこちらのスキル5バージョン買えますので、正直これはめちゃくちゃ安いなといった感覚ではありますね。逆足後のバージョンの方が CM としては強いと思うんですけど、まあそこまで変わらないかなっていうのが個人的な見解で、まあ、値段の割にそこまで差はないかなと思いますので、今回スキル5の方を紹介します。身長が189センチとかなり大柄なボランチで、数値的にも非常に高いバランスの取れたセントラルミッドフィルダーとなってますので、この選手1枚中盤に入れておくだけで攻守ともにレベルアップするんじゃないかなと、それぐらいの選手ではありますね。ゴレツカは代で守備意識が低めに設定されていて、今回も81しかないんですけど、今作あまり守備意識重要視されてない数値になりますので、インターセプト94であったりタックル91がもともと備わってるってところで、守備を上げなくてもボランチとして普通に使えそうなところも素晴らしいですね。シュートとフィジカル高い選手でありますので、個人的にはエンジンでペースとドリブルを上げて使うのがいいかなと思いますね。単純にペース上げたいって方であればシャドウかハンターでもいいかなとは思います。プレイスタイルも優秀で、的確なパスプラスとパスカットプラスを持ってますので、ボランチのプレイスタイルプラスとしては最高の選手ではありますね。パワーシュートもあるし、トラッパーもあるし、エアリアルもあるので空中戦もいける、スルーパスも出せるよ、フラッスルも出せるよってことでめちゃくちゃ強いんですけど、まあブンデスってこともあってちょっとお安めの価格にはなってますね。このゴレツカは実際僕も買って使ってみようと思いますので、まあ気が向いたらというか、まあ使用感良かったらレビュー動画なんか作ってみようかなと思います。続いて2人目はデヨングです。同じくバースデー2で配出されてる選手で、スキル4逆足5の選手になってます。逆足が5までアップグレードされました。ボランチの逆足5は非常にありがたいですね。この選手が150万で買えるってのも相当安いなといった感覚ではありますね。ゴレツカよりもパワーはないんだけど、その分ドリブルが非常に軽かったりと、扱いやすいのがこちらのデヨングかなと。個人的には正直ね、ゴレツカの方が今気になってるんですけど、デヨングの方が使ってみると強いみたいなことは全然ありますね。鋭いパスプラスと予測プラスを持ってます。タックルが上手くてスルーパスが出せるって感じで、デヨングらしさはしっかり出せるんじゃないかなといったところで、ロブタツもあったりテキタカもありますので、ゴレツカよりもパス回しに特化した選手になりそうですね。高精度もあって、デヨングの高精度ってなぜか入るイメージあるので、結構ここも期待ができますね。そして3人目はフューチャースターのパーマーになります。189センチある大柄の選手で、スキル4逆足5です。ペース94と高くて、シュートも上手で、ドリブルも大柄な割に動かしやすい素晴らしい選手ですね。フィジカルも85とありますし、パスも上手くて何でもできるアタッカーですね。このパーマはプレイスタイルプラスが非常に優秀で、瞬速プラスと高精度プラスを持ってますと。なのでめちゃくちゃ足速いし、高精度もかなり入る印象がありますので、相手にいると非常に厄介なめちゃくちゃうざい選手ですよね。現在パーマは再配出中でかなり安くなってますので、今150万で買えるっていうのはかなりコスパいいんじゃないかなと思います。今作は身長が高くてフィジカルがそこそこあって、瞬速プラスの選手は非常に強い傾向にありますので、 FC24 のメタカードとしてパーマもかなり推薦できますね。ここからは150万から200万のレンジの選手紹介していきたいと思います。まずは TOTY のルナールになります。女子だけど187センチあるセンターバックで、スキル4逆足4とかなり扱いやすいですね。数値はさすが TOTY ってことで文句なしで、ペースも高くてフィジカル96あって、守備数値しっかり高い、リアクションも96、冷静さ90にある素晴らしい選手です。プレイスタイルプラスが予測プラスとエアリアルプラスということで、空中戦も頑張れるし、タックルが非常に上手いのも評価ポイントですね。その他の守備系のプレイスタイルがジョッキーしかないのはちょっと寂しいですが、プレイスタイルの少なさは数値の高さで補える選手でありますので、今の環境的には問題ないかなと思いますね。パス系も2つ持ってるので、センターバックとして配球に困ることもないし、現在150万近くで買えるってこともあって、とりあえずセンターバック補強したいんだよねって方にはルナールおすすめできますね。間違いはない
選手の1枚だと思います。続いて2人目はライスになります。185センチ、スキル4、逆足4、ミディアムハイのワークレートの選手で、アンカータイプとして今作最高峰のレベルを持ってる選手ですね。シュート以外の数値しっかり高い選手なんで、シュートをあまり打たない 4-3-2-1 のアンカーなんかで使ってあげると非常に輝く選手ですね。プレイスタイルプラスも優秀で、パスカットプラスと予測プラス持ってるので、守備面は本当文句がないですね。まあボランチはもちろんなんですけど、センターバックとして使っても非常に強力な選手だと思います。エアリアルがあるので空中戦も最低限は頑張れるし、パス系2つ持ってたりとプレイスタイルも優秀ですね。そしてクライフになります。ベースカードの中では未だにやれる選手かなと個人的には感じております。数値的にもかなり使いやすい選手ですね。まあ身長180センチあってドリブルどうなのと思う方もいるかもしれないですけど、クライフは数値の高さも相まってかなりドリブル軽いので、そこは問題ないかなと思います。スタミナ81とフィジカル70以外は本当に気にならない選手なので、アイコンのアタッカー探してる方だったらとりあえずクライフ使っとけば間違いないかなと思います。4321の ST もそうですし、442-4231のトップ下だったりもできる選手ですね。プレイスタイルプラスはフレアで、これは外れかと思いきや、個人的にはフレア持ってる選手のドリブルすごい軽いイメージがあるので、フレアプラスはかなりありですね。その他トラッパーだったり、出来高、鋭いパス持ってたりします。俊足と迅速がないのでちょっとスピード感は正直ないところはありますが、裏抜け以外だったら何でもできるアタッカーとして個人的には非常におすすめできますね。ここからは200万から300万の選手紹介していきます。まずは TOTY のデブライネになります。この選手は僕が550試合ぐらい使ってて、強さは身に染みて感じてる選手であるんですけど、先日の大型アップデ後さらに強化されましたので、今かなりおすすめできるボランチの選手でありますね。数値的にはペースも85あるし、シュート上手くてパスはさすがデブライネって感じで、ドリブルがちょっと重たいってところはあるんですけど、意外と守備は頑張れるし、スタミナも持つし、フィジカルの強さもなぜか感じる選手なんで、ダブルボランチなんかで使うのもかなりいいと思うんですけど、個人的には 4-3-2-1 のアンカーはデブライネが今最強だと思ってますね。というのもプレイスタイルプラスが高精度プラスってところが非常に大きくて、 4-3-2-1 のアンカーの位置から高精度をバシバシ打ってめちゃくちゃ決めてくれるんで、アンカーなんだけど得点源として活躍してくれるってところが非常に強力なポイントですね。 4-3-2-1 のアンカーは結構フリーになりやすいので、とにかく高精度打つチャンス多いので、2試合に1本ぐらいは高精度決める感覚ありますし、ハマった時なんかは高精度だけでハットトリックかましてくれるぐらいの選手なんで、 4-3-2-1 のアンカーというロールで考えたらデブライネが一番今強いかなと思いますね。まあ、守備系がないんで守備を安定させたい方にはちょっとあれかもしれないんですけど、攻撃面考えたら 4-3-2-1 のアンカーはデブライネが最強ですね。その他的確なパスプラスも今回のアップデートで強化されましたので、今非常にパスが通りやすいところもあるし、プラスルもスルーパスも金のレベルでパス出せますし、あとセッターが大きくてフリーキックも蹴れるし、コーナーキックのキッカーとしても優秀なので、特に高精度があるってところで今作の TOTY デブライネはシート並みの強さを発揮してくれる選手でありますね。そしてルベンディアスになります。やっぱり TOTY のルベンディアスは優秀ですよね。ペースも88まで上がってきてるし、ドリブルに関してもリアクション99、冷静さ97と高いし、パスも上手いし、守備フィジカルは文句なし、スタミナもセンターバックとしては高いってところがルベンディアスのいいところですね。守備系はジョッキー以外全部持ってて、パスカットプラスとブルーザープラスを持ってます。個人的にブルーザーはあんまりなんですけど、パスカットプラスが今環境的に非常に強力になってますので、バシバシインターセプト勝手にしてくれるってところもいいですね。エアリアルとパワーヘもあるので空中戦も比較的安心ができる素晴らしい選手です。 TOTY ダイクだったり TOTY アイコンのファーディナンド、フューチャースターのマルディーニに手が届かないって方はルベンディアス時点でおすすめできる素晴らしいカードだと思います。そしてバースでのソンフンミンです。これは個人的に結構気になってる選手なんですけど、先週今週の CF そして DB ライでまだ見たことがないので、ちょっと当たってみたいし使ってみたい選手ですね。スキルムーブが5になったソンフンミンってのは基本的に強いので、かなりやれそうなところはありますね。フィジカルが低い以外は文句が出ない選手だと思いますね。シュートも高いので、エンジンつければドリブルも上がるしパスも上がるってことで、個人的にはエンジンがケミスタ的にはいいかなと思います。今回高精度プラスではなくなった代わりにパワーシュートプラスと瞬速プラスになりました。瞬速迅速あって、テクニカルあって、フレアあってって感じなんで、ドリブルはしっかりできますし、パス系がないのあれですけど、ループはなかなか使わないんですけど、シュート系2つ持ってて、パワーシュートプラスもナーフはされたみたいですけど、シュートパワーが落ちただけでしっかり入るところはありますので、裏抜けしてからのパワーシュートって感じで得点パターンも作れるってところがこのソンフンミンいいところかなと思います。エリア内だったらバンバン高精度も入
りそうなんで、4321の CF なんかで使ってあげたい選手でありますね。そしてこっからは300万以上の中で個人的に気になる選手3名紹介していきます。まずはバースデーアイコンのピルドになります。今排出されてる選手で逆足が5にアップグレードされました。ワークレートもハイハイになって数値もとんでもなく高くなりましたね。これがピルロかってぐらい守備も上がっちゃったしペースも上がっちゃったんで、ピルロの仮面をかぶった誰かさんぐらいのレベルで別人になっちゃいましたね。もともとドリブルとパスが高くて、パスに至ってはクロス以外99なんで、まあほぼカンストしてるようなもんで、シュートも上手くなっちゃったし、なんでこんなにピルロを強くしちゃったんでしょうね。もうちょっと弱くていいから安くして欲しかったなっていうところでは正直あるんですけど、ピルロにこんな値段つくなんて FIFA シリーズ史上まだかつてなかったことだと思いますので、ちょっとびっくりですね。プレイスタイルがなんとパス系ビンゴです。全部ついちゃいました。まあ、その中で鋭いパスプラスなんですけど、まあ、理想を言えば的確なパスプラスとかだったらめっちゃ良かったなってところではありますね。守備系ないんですけど数値高いんで守備は問題ないと思いますね。そしてテクニカルプラスもあるので R1 ドリブルで突っ込むこともできたり、セッターもあってフリーキック精度99なんで、セットプレーではかなり頼れる選手になりそうで、今作の中盤の中でもトップクラスに強い選手になってますので、コインに余裕ある方はぜひ使ってみてほしいなといったところでありますね。僕ももうちょっとコインに余裕できたらピルロ買って使ってみようと思います。そしてファンタジーヒーローのルシオになります。現状 TOTY のファンダイクが高すぎますので、その時点で個人的にはルシオがいいんじゃないかなと考えてる次第ですね。プレイスタイルプラスがブロックプラスと予測プラスで、パスカットだったりがないんですけど、まあ、数値高いんで問題なくインターセプトはできますよね。まあ、スライダーもあったりエアリアルもあったりパワーヘもあったりする選手で、 TOTY のファンダイク買えないけど最高級のセンターバック欲しいという方にはルシオいいんじゃないかなと考えております。そして最後に紹介するのはベースアイコンのロナウドになります。なんだかんだこの選手が最強ですね。ペースもシュートもドリブルも高くて、スタミナがちょっと低いのがネックでありますが、フィジカルも83以上に感じる強さはありますし、パスも最低限ってところで未だにストライカーの中ではトップクラスの選手ですね。プレイスタイルこそ少ないですが俊足プラスがあるので、基本裏抜けだけで全てが完結する素晴らしい選手ですね。テクニカルもあるので R1 で突っ込むこともある程度できるし、高精度もあるのでエリア内は両足からしっかりとスコアリングできる選手ですね。ベースアイコンのロナウドもちょっと下がってきたので、今かなりいいんじゃないかなとおすすめできる選手でありますね。ということで以上が100万コイン以上の個人的なおすすめ選手紹介していきました。デヨングとゴレツカあたりはかなり気になりますね。この2人は終盤の中でもトップクラスに強いし、100万台ですけどコスパもいいと思うので、パワー系ならゴレツカ、ドリブル系ならデヨングって感じでちょっと使い分けてみたいなといったところですね。あとは堅実な補強するならルナールだったりルベンディアスの TOTY のディフェンダーなんかもちょっとスカットには入れてみようかなと思います。現在市場価格かなり大暴落してる選手多いんで、逆に今が買い時かなってところでもあると思いますので、今選手買ってみるのは割とありじゃないかなと個人的には考えておりますね。使いたい時に選手を使うってのが一番ストレスなくこのゲームできますので、今回僕が紹介した選手の中で気になった選手いましたらぜひ使ってみてください。ということで今回の動画終わりたいと思います。参考になったという方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。では。